私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。中居正広の長期欠席にテレビ業界は大パニック。新番組の検討も。中居正広の激痩せと休養で視聴率低下が深刻に。翌週代役を立てた金スマの視聴率が再び低下。この状況にテレビ業界もパニックに見舞われていると明かすのはキー局スタッフだ。当初は12月上旬の復帰を見込んでいたものの、年内復帰は絶望的に。一部報道で癌を患ったとされていますが、仮に抗がん剤を投与されていたとするなら、あの痩せ方も納得です。中居正広の金曜日のスマイルたちへ。中居正広のキャスターな会のマックを務める人気タレント、当分の間は代役の起用や過去の VTR をまとめた総集編で乗り切れますが、1月中の復帰も厳しいとの声が聞かれます。番組名に名前が入っていることもあって、2ヶ月3ヶ月と本人不在が続けば一大事。4月の改編に向けて新番組も検討されているようです。痩せすぎでは頬がこけててやばいといった声が溢れたのは、しばらくぶりに顔を見せた中居正広に対してのテレビマンや視聴者らの感想だ。中居正広のプロ野球珍プレイよしみプレイ、大正12月11日フジテレビ系に VTR 出演し、1年の締めくくりは珍プレイ、そしてプロ野球でお楽しみくださいと深刻な病状を思わせる姿でコメントした件は、これまでニュースとして様々に報じられている。テレビ界は一刻も早い復帰を本気で望んでいる。休養してもなお番組を支え続ける中居だが、不在により拍車がかかった問題もある。金スマは2022年低視聴率にあえいでおり、5月にはデイリー新潮で打ち切り疑惑が報じられたほど、各テレビ局が今重要視しているコア視聴率、13ケラ49歳の男女が対象、もう1ケラ 2% 台で推移しているといい、2時間特番でも世帯視聴率が 5% を下回る回もあったといいます。年内の活動を終了し、休養に入った中居正広。休養を発表した中居正広の金曜日のスマイルたちへ、2時間 SPTBSK。12月2日放送では、代役マックを務めた嵐二宮和也と電話で対談する場面も。元気なんですか？と二宮に聞かれた中居は、元気ですよ。今、女性のうなじ特集みたいな画像を見てたわ、とボケをかまし、スタジオは爆笑に包まれた。さらに、12月11日に放送された、中居正広のプロ野球珍プレイよしみプレイ大賞、フジテレビ系では、VTR で出演。今年40周年を迎えるプロ野球珍プレイよしみプレイ大賞。1年の締めくくりは珍プレイ、そしてプロ野球でお楽しみください。と視聴者にメッセージを届けた。このまま休養が続くのであれば、それを理由に3月の番組改編で終了の可能性もある、と報じるメディアもありました。では、直近3回の金スマの視聴率を振り返ってみよう。11月25日、個人全体視聴率 4.2%、世帯平均視聴率 7.7%。12月2日、個人全体視聴率 4.5%、世帯平均視聴率 7.6%。12月9日、個人全体視聴率 3.8%、世帯平均視聴率 6.5%。二宮が代役を務めた12月2日の放送は、前週の数字を個人視聴率は上回っているものの、不在2週目となった9日放送では視聴率を落としている。この日の放送内容は、過去の未公開映像や前回に引き続き二宮の出演映画に関する話題などだった。やはり中居さん不在の影響は大きいのでしょう。同じくレギュラーを務める中居正広のキャスター中居テレビ朝日系の12月3日放送回は、個人で 2.6%、世帯で 4.9%。不在となった12月10日放送回は、個人で 2.5%、世帯で 4.7%。劇団ひとりさん、ひろみさんが代役を務めたことも話題となり、視聴率自体は現状維持でしたが、次回以降はどうなるか。
番組のためにもと、中井は復帰を急ぐかもしれないが、珍プレイよしみプレイで流された映像では、激痩せした姿に心配の声が多く上がった。視聴率の心配などせず、まずは体を休めることを優先してほしい。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。